3人欲しいねんけど、男の子と女の子どっちがええって言われたらちょっと周りがさ、女の子って言うやん。だから女の子が欲しいのはあるねんけど、めっちゃ言われるから、影響されて、そうそうそう、影響されて、まあずっと言われるやん。だってでも憧れてるのは男の子ばっかりで。ちょっと女の子連れたりしますんで、そう3人とか4人とかで歌出したりとか、そのステージに立つ団子さん、団子さんが違うそうじゃない、鈴翔太さんまあみたいな感じで、兄弟でグループ組んで歌出したりして、それを見てキャーって言うのがいいよ。ママがステージ見てキャー、変態はおるここにまたみたいな、ちょっと憧れる。ホストそろそろじゃん。そろそろ欲しいわ。欲しい、ちょうだい。私が欲しいね。ちょうだい。誰かくれへんかな。誰かください。何の友か。いやでも実際おったら大変やろうなと思うけど、おらんかったら欲しいよね。そうやな。分かるやろ、うちなんかもう反抗期に入っとうからさ、2人ともさ、ちっちゃい子が可愛いってしょうがない。だってある程度ちょっと大きくなったら欲しいなと思って思うやんな。でも大変やな。いやでも欲しいなみたいな。頑張りましょうね。頑張りましょう。もうでもまだみんなで頑張る。どういうこと？説明してください。髪の毛一緒やで、色。頑張ります。頑張ります動画になります。3人目頑張ります。でも動物ちゃんおるやろ今。動物おる。猫ちゃん、ハムスター持ったり。そう猫、犬、ハムスターがおります。しかも虫もいます。虫うじゃうじゃおります。子供いる？ちょっと違う。だいぶ違う。でも最近あれやね、たけちゃんがまだなんか落ち着いてきたもんね。まだ次小学生やから、小学生になったらかなり違うから、それは大きいかな。まだこねるけど、幼児のうちは。小学校1、2年になったらね。だいぶ違うよ。小学生の成長はすごい。すごい。楽しみにしてますね。はい。